ねえ、エレノア、僕メディサを苦しめちゃったのかな。そうかもしれません。でも私もあなたと同じことを思いました。お母さんが死んだら悲しいです。だから止めてくれて嬉しかった。エレノアのやつ、ずいぶん無駄な責任を背負おうとしてるみたいね。無理をしすぎて汚れる危険が高くなってるんじゃないの？汚れとは、人間の心にあるエゴや矛盾から目をそらす独善から生まれるものだ。だがエレノアは自分のエゴを自覚し、矛盾と向き合おうとしている。それこそがタイマシに何より必要な資質。汚れを生む感情に染まらない純粋さというものじゃ。つまり大丈夫ってこと？今はな。だが人の心は一瞬で移ろう。この先どうなるかは誰にもわからん。ま、さほど心配せずともよかろうって。大抵のタイマシの純粋さは理で作り上げたものじゃが、あの娘のは天然のようじゃからの。タイマシの才能ってわけね。貴重な才能だが、特殊な資質でもある。エゴや矛盾を持たない者などいないし、己が醜さと正直に向き合うことも簡単にはできん。程度の差はあれ、汚れを持って生きてるのが普通の人間というものだ。汚れは必然に存在するものか。でもアルトリウスは、異常は出ていないようですね。今のうちに町を抜けてタイタニアに戻るわよ。ここがあなたたちのアジトか。私を逃がしたら致命傷になるわね。寝首をかかれないようにせいぜい気をつけなさい。言うわね。おかえり。あの子がモアナだよ。ディアナと同じくらい。こんな小さな子を無理やり食う間に。お願いです、メディさん。あの子と話してあげてくれませんか？どういうつもり？モアナはクーマです。だけどお母さんを恋しがる普通の女の子なんです。私じゃあの子の悲しみを埋められない。でもあなたなら。大丈夫。私はメディサっていうのよ。怖いわよね。ちょっと。でもベルベットやダイルより怖くないよ。それよりおばちゃんはモアナが怖くないの？夢を見たの。モアナのお母さんがモアナを怖いって、いらないっていう夢。
怖いものですか。お母さんが子供をいらないなんて思うわけないわ。なんでわかるの。私もお母さんだからよ。お母さんは自分が死んでも世界がどうなっても子供を愛してるのよ。あなたを誰より一番。泣かないで、おばちゃん。モアナとメディサ、寂しくなくなるといいけど。そうね、泣き止ませるの大変だし。聞いてもいい？ベルベットのお母さんって亡くなったわ。私があんたより小さい頃に。あ、ごめん。別にいいわ。つまり私もあんたと似たようなものだから、一人で寂しがっちゃダメよ。僕は平気だよ。寂しくなんかないんだから。なんで怒るわけ。変な子ね。変じゃないよ。もうエレノア、モアナとメディサの監視は任せるわよ。はい、ありがとうございます。いいの、タイマ氏がサイカのなんとかにお礼なんか言って。いいじゃないですか。魔王が細かいことを気にしないでください。ベルベット、グリモワールが呼んでたぜ。ライフセットを連れて監視塔に来てくれって。わかったわ、すぐに行こう。ねえ、六郎たちはお母さんいる？おお、急にどうした？うん、モアナやエレノアもだけど、ベルベットにも両親がいないって分かったから気になって。俺の母親もめちゃくちゃ厳しくて怖い人だったが、やっぱり随分前に死んじまったよ。そう。わしに親はおらん。わしを拾った悪い魔法使いによれば、川を流れていた桃の中から生まれたそうじゃよ。お前なら本当にそうかもな。アイゼンは？俺たち精霊は正常な霊力が集まって生まれる存在だ。稀に人間から精霊に転生する者もいるが、生前の記憶を維持することはまずない。つまり人間と同じような血縁関係はないということだ。そっか、僕も気づいた時には二号って呼ばれて刺激されてた。その前のことが思い出せないのはお母さん自体がいないからなんだね。僕はメディサにお母さんが死ぬのはすごく悲しいことなんて言ったけど、本当の辛さはわからないのかもしれない。子供にも容赦ないの。単なる事実だ。だがな、ライフセット、血縁関係がないからといって特別な絆を感じられないわけじゃない。精霊であってもかけがえのない存在を、家族や友とのつながりを持っているんだ。だよな。お前の言葉が本気じゃなかったらメディサは止まらなかったはずだ。そうなのかな。きっとそうさ。桃から生まれた魔女よりはずっとな。こりゃ、桃生まれをなめるでないぞ。わしにじゃって犬、猿、キジとビエンフーとの特別すぎる絆があるわい。そうだといいな。
精霊にも家族のつながりがあると言っていましたが、血縁関係なしでどうやって妹だと分かったんですか？もう随分前のことになるが、俺はとある霊山の地脈点に生まれた。そこで長い間過ごしていたある日、同じ地脈点からあいつが生まれてきたんだ。気づくと俺たちは同じ屋根の下で暮らすようになっていた。同じ地脈点から生まれた精霊が兄弟ってことなのか？いや、他にもそこで生まれた精霊はいたが、そいつらを家族だと感じたことはなかった。だがあいつは何かが違った。
あいつが悲しいと俺も悲しかった。俺が嬉しいとあいつも嬉しかった。愛想のない奴だが、その分笑顔の破壊力はすごくてな。何があってもあいつを守ってやろうと俺は誓った。俺は霊山で取れた石を使ってペンダントを作り、お守りとしてあいつに持たせた。あいつは首飾りにして使っていたがな。そのペンダントは？あいつも同じことを考えてたんだ。自分で作ったお守りだと、これを俺にくれた。お互い黙っていたのに、俺たちは同じ日に同じ形のお守りを送り合った。俺たちの間には確かに兄弟のつながりがあると、その時確信したんだ。そこに描かれてる女の子が妹さんなんだね。ああ、俺が家を出る日、あいつが描いてくれた自画像だ。あんたも妹に絵を描いてあげたの？いや、俺には絵心はない。きっと妹さんは自分のペンダントに一番大切な人の顔を描いていますよ。だといいがな。一番大切な人がお主じゃといいがの。グリモ先生、解読が進んだの？ええ、数え歌にはね、2番があったのよ。読み下しておいたから、坊や、読んであげて。うん。8つの汚れあふるる時に、嘆きの果てに鹿の主は、無限の民の行き止まり、いつぞの姿に帰らしめん、四つの聖主の怒れる剣が三好の豪を切り裂いて、二つに分かれ眠れる大地、灰色の月夜は魔を照らす、忌み名の聖主心は一つ、忌み名の聖主体は一つ。なんじゃか不吉な文句ばかりじゃの。二番の歌詞は鹿の主の性質を表してる。おそらくそうよ。八つの汚れあふるる時に、嘆きの果てに鹿の主は、無限の民の行き止まりか。世界に汚れが満ちた時、鹿の主がその力で民の行き止まりをもたらすと読めるな。人間を滅ぼすというのですか？おいおい、清涼はそんな目的でカノヌシを復活させようとしてたのか？違う、アルトリウスはそんな男じゃない。あいつの理想は子より善、断りと意志による秩序の回復よ。だから世界を守るためにラフィーを犠牲にした。お主の知っとるアルトリウスはじゃろ？じゃが人は変わるぞ。同志とで絶望したのやもしれん。業に流されて汚れを出し続ける愚かな人間どもにの。そんなやつじゃない。もしそうならラフィーは何のために？古文書の続きには何か書かれていないのですか？それがこの古文書は漢本じゃなかったの。まだ続きがあるはずだけど欠けてしまっているのよ。だから今できる解読はここまで。だが原本はどこかにあるんだよな。あってこそのカノ主復活計画だろう。清涼はカノ主の性質を完全に把握している。でも王都の離宮にあったのがこれだし、原本の手がかりはないよ。今日はもう遅いです。ここまでにして休みましょう。そうね。
ったかかった。よかったね。うん、今からメディサとお風呂に入るの。ライフィセットも一緒に入ろう。え、困るよ。いいよ、モアナは困らないから。モアナ、知っていますか？ダイルの尻尾が新しく生えかかっているんですよ。本当？見たい。ダイルは監視塔に行ったようです。行ってみる。メディサも行こう。ええ、でも走ると転ぶわよ。ありがとう、エレノア。女の子の扱いが下手ですね、私の精霊は。モアナ、元気になってよかった。メリサも。はい、問題が解決したわけじゃないけど、笑ってくれるのは救いです。重要なのはこっちの問題よ。早く次の致脈点を感知して。うん。もう少し言い方があるでしょ。時間がない。相手は清涼。遅かれ早かれここも見つかるわ。それはそうですが。別の隠れ家を探すか。うん、守るより攻める。見つかる前に残りのクーマを捕らえるのよ。剣術でいう千の千だな。守りきるのは難しいものな。守る義理なんてないからよ。地脈点があった。イーストガンド領の東の方みたい。そこって。了解、イーストガンド領の東ね。ならまずはタリエシンの港に向かおう。魚を取りに行った時の話なんだけどさ、気づかずにヤバいと思って。急に嵐でも来たの？嵐なんか目じゃねえほどの化け物鳥だよ。空を覆っちまうようなバカでけえ羽をひ…ちょっと…嘘だと思うなら言ってみろっての。帰れなくなっ…巨大…この島、面白いな。捕まるのは勘弁だが、アジトにするには最高だよ。このダイル様がアジト版になったからには最高のアジトにしてみせるぜ。アジト版？船や島内設備のメンテナンス、王子やメディサの監視、モアナの相手したり、常駐して島を守る番人だ。ビシッと仕切ってやるから、お前たちも安心してクマ探しをしてきな。それただの雑用係でしょ。あんた航海士なのにそれでいいわけ？バカ野郎、雑用だって立派な仕事だろうが。航海士は他にもいるが、これだけの仕事を一人でこなせるやつが他にいるかよ。それによ、尻尾が切れちまってからバランスが取れなくて船酔いがひでえんだよ。そんなこと言って私たちと一緒に船に乗ると大変な目に遭うからでしょ。いや、そんなことはちょっとしか。
配。味がわかるのですか？味がするのよ、夢の中だけは。これが夢だと？わかるわよ。だってあんたは私が食らったんだから。そうですよ、忘れないでくださいね。忘れられるわけないでしょ。後の味を。忘れられるわけ。霧が出てきましたね、ジャノ。そういえばエレノア、一つはっきりさせておきたいんだけど。何ですか、改まって。ライフィセットはあんたのじゃないから。え、言いたいことってそれですか？あなたのでもないでしょう。そうよ、あの子はあの子、誰のものでもないわ。そうですね、精霊は対魔師の道具じゃない。以後気をつけます。わかればいいけど。危ない、危ないの。ベルベットや、わしとの賭けを覚えておるか？ああ、私が折れたら100ガルドってやつ。それが？忠告しておくぞ、人は苦痛には耐えられるが幸福には逆らえん。賭けに勝ちたかったら似合わぬ夢など見んことじゃ。あいにく見るのは悪夢ばかり。霧もすっかり晴れましたね。迷わなくてよかった。当然だ、俺たちを何だと思ってる。違法で無法で腕のいい海賊だった。分かっていればいい。しかし普段は霧が出る海域じゃないんだけどな。城みたい。ここは貿易であくどく儲けた一族の拠点でね、攻められた時に備えてこうなってるんだって。へえ、敵が多かったんだけど、栄えたのは昔の話。今はただの田舎町よ。それでも私たちには憧れの都会だったけど。詳しいのですね。一応地元だから。この先のアバルって村が私の故郷。じゃあクーマがいるのは。多分私の村よ。いいのですか？どうせ知り合いはいないわ。みんな私が食い殺したから。いや、やっぱり太陽ってのはいいもんだね。ここ何日かはすごい霧で目の前も見えなくて歩けないほど真っ白だったけど、晴れてよかった。ノームの時にゴーマが出たりしなくてよかったね。あ、知らないのかい？イーストガンドはゴーマの被害が最も少ないところなんだ。降臨の日にこの町も他の村もゴーマに襲われたが、アルトリウス様の活躍でみんな救われたんだよ。それ以来町にゴーマはほとんど出ていないんだ。それは本当の話ですか？いや、
大魔師様、聖霊の方ならイーストガンドのことはお聞きになったことがあるのでは。もちろん一歩町の外に出ればゴーマもいますが、どういうわけか町の中には出てこないんですよ。そういうことなのですね。よそから来られた方はみんなそう言うんですがね、嘘でも冗談でもないんですよ。アルトリウス様の力が今も残っていて町が守られてるんだなんてみんな言ってます。ともあれ、この町ではいつもよりも気を楽にしてゆっくり過ごしていただければと思います。そうですね、ありがとうございます。ゴーマの出ない町。旅の方ですよね。他の町はどうですか？やっぱりゴーマ病の影響は大きいですか？どこもかしこもゴーマに襲われたりゴーマ病が大発生したりで、そりゃ大変じゃぞ。そうですか。この町にいるとゴーマ病のことをつい忘れてしまいそうになります。降臨の日の後、この町ではゴーマ病が出ることもなく3年前と変わらず暮らせているものですから。そうね、この町は以前とちっとも変わってない。以前に来られたことがあるんですか？ええ、何度かね。そうなんですか。あ、でも変わったこともありますよ。ウリボアのお肉。ウリボアの肉？美味しくて質のいいウリボアの肉が前よりもずっと手に入りやすくなってるんです。ゴーマの心配が少ないから漁師さんたちもウリボアを取りやすいのかもしれませんね。久しぶりのタリエシ、どうぞ楽しんでいってくださいね。ゴーマ病の出ない街か。イーストガンド内の地脈点にクーマが据えられ汚れを食らっているということか。そう考えれば辻褄は合うわね。こんにちは。タリエシンはどうですか？タイマシ様がいなくて驚いたでしょう。うん、こんな街初めてだよ。イーストガンドに駐屯しているタイマシ様は他の地域で問題が起こると次々と応援に行かれるんです。もともと駐屯している人数も少ないんですけどね。今もどこかに行ってるの？ええ、今はノースガンドのゴーマ退治にお出かけされてるんですよ。もちろん巡回のタイマシ様はおられるからそれだけ十分安心して暮らせますけどね。いっそ王都もイーストガンドに移せばなんて言ったら叱られちゃいますかね。ニコが来る日だった。毒性騎士を買い損ねちまった。あ、残念だったわね。でもニコもここに店を出せばいいのに、なぜわざわざアバルから通ってくるのかしら。村を離れたくないんだとさ。行方不明になった友達の帰りを待ってるとこで。冗談言わないで、アバルは滅んだはずよ。え？演技でもないことを。確かにアバルは3年前ゴーマに襲われたが滅んでなんかいない。怪我人も多かったけどアルトリウス様のお力でね、ほとんどの人は命拾いしたのよ。
嘘嘘ってな、現に毎週ニコって子がアバルから行商に来てる。うちの亭主も昨日アバルの雑貨屋に薬を納めたのよ。代わりにウリボアの肉を仕入れてきて。嘘だ、みんな私がこの手で。ベルベット、どういうことだ。行きたいのはこっちよ。お姉ちゃん、この前のアバルのお祭りすっごく楽しかったね。そうね、明るくて楽しい村だし、美味しい料理も食べられるし、また行きたいわね。僕ウリボアのミートボール大好き。あとニコのキッシュは絶品だったね。ニコって人は料理が上手なんだ。絶品のキッシュ食べてみたいな。そんな言葉どこで覚えたのかしら。もうすぐタリエシンの魚祭りがあるから、今度はアバルの人たちをおもてなししないとね。うん、僕漁師のおじさんの手伝いして美味しい魚を捕まえるんだ。何が取れるかしら。ねシメサバとネギトロと、あとカモネギ。それは全部料理の名前よ。しかもカモは鳥よ。ほんと食いしん坊ね。ニコのキッシュ。この町の名物は何といっても階段じゃよ。うん、こんなに階段の多い町は初めてだよ。海も近いですし環境は良さそうですが、上り下りが大変ではありませんか。子供の頃からここで鍛えられておるんじゃ。あの程度の階段どうってことないわ。わしだけじゃなくてこの町の者は皆足腰が強いぞ。ゆえにこの町では
腰痛の薬は全く売れんのじゃ。確かめるしかないだろうな。お前の故郷は？ずっと東よ。モルガナの森を抜けた先。全力で答えたが、やりすぎたか。やりすぎたか。
そういえば、ベルベットはなんで監獄島に入れられてたんだろうな。それは監獄島の囚人の汚れをカノヌシに送るためだよね。だが、アバル村も地脈点なんだろう。そこに配置すれば手っ取り早いだろうに。餌がなかったからじゃろ。ベルベットは村人を全員食い殺したと言っとったからの。あの話は事実ということですか。わしは知らんよ。アイゼンのコインで占ってみ。だからそれでは別の理由も考えられる。ベルベットがアルトリウスが初めて捕らえたクーマだったとすれば、まさか古文書の情報を確認するために。そうだ、アルトリウスは地脈点と汚れが揃った監獄島に特別棒を作り、ベルベットを使ってクーマの実態を確かめたのかもしれん。なるほど、同志の立場としてはあり得るな。でも家族を実験台にするなんて推測に過ぎん。だが弟を生贄にする男は妹にも手加減はしないだろう。なんでそんなことができるのかな。そうまでして救いたい世界があるからか、そうまでしないと救えない世界があるからか。Let's go!
にしろ。コントラクト、こいつはどうだ。インフェルノブルー、そこだ。Thank you.
覚悟はいい？こうして逃がすわ！インフェルノブルー！フォーガチュー！呪い！フォーガチュー！ここに熱光剣！ここだ！はい！熱光剣！逃がすわ！インフェルノブルー！フォーガチュー！ここに！襲撃一刀！この距離なら外しません！ゼロの方！吐く！ここに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 ！片付いたみたい。行くわよ。覚悟はいい？食らいつくせ！呪い！熱狂！大したことなかったわね。やれやれ。切り替えがありそうだ。もんならかわしてみな。ウェイストレスメイヘン。この程度か。無敵かと思いきや。この距離なら外しません！ゼロの方！吐く！さあ、先に進もうぜ。つえな。切り捨てごめん。強えな。ここだ！
ちのは俺だ。片付いたみたいに行く。みんな頑張りましょう。わかった。私がやるわ。遅れたら置いていくから。僕も戦うよ、自分の意志で。Oh, God!
ここいらじゃマイナーだ。覚悟はいい？これが復活！効果で潰れてきた！逃がしはしない！インフェルノブルー！切り捨てごめん。この声は、ニコ！ここだ！なんでニコがいるのよ！するもんならかわしてみな。ウェイストレスメイヘン。この距離なら外しません。ゼロの方ハグセイウジキャロウイウイの方のバイバイヤロイカドメイキレーザラックストライクウイラ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 イおられない！行けないか！
どういうこと？なんであんたが生きて。こっちのセリフだよ。今までどこにいたわけ？突然いなくなって、みんなはゴーマに食べられたんだって言ったけど、私はそんなはずないって。だってベルベットは強いんだから。やっぱり生きてた。ごめん、お連れの前でみっともないとこ見せちゃって。早くみんなにも知らせないと、ベルベットが帰ってきたって。ニコが生きてる。気を許すな、嫌な予感がする。そうじゃぞ、死神が一緒じゃしな。とにかくアバルへ、何があったのか聞いてみようよ。ベルベット、そもそも村人が死んだのを確かめたのか。あの時、そんな余裕なんて。逃がしはしない！インフェルノブルー！
やれやれね。ベルベット、大丈夫？もちろんよ。こんなことあるはずないって私はちゃんと分かってるんだから。とにかく落ち着いて確かめましょう。落ち着いてるわよ、私はちゃんと。別人がニコって娘になりすましてるようには見えなかったが、本物だからこそ逆に不自然ということ。六郎、ああ、ここは用心堅固だな。逃げないから。どかないと死ぬぞ。
怪我はないの？うん。準備はいいわね。見えないとこまで飛んでいきな。どかないと死ぬぞ。勝負ありだな。やれやれ。この距離なら外しません。ゼロの方吐く。ここだ。ナイス。効果に止めない。容赦しない。消えない傷を刻んで吐こう。ディーソルスピン。ポーガッシュ。お金かけろ。捕らえられない。効果に効果につむじ結果。効果にリプレイ。重ねかけろ。つむじ結果。風引き。重ねかけろ。効果しまった。ふしまった。捕らえられない。なところで僕が守る。捕らえられない。フィードブライト。フィードブライト。つなぎのろしを上げろ。僕が守る。フィードブライト。つむじ結果。そこ円が勝利力。4の方、そこだ。
ベルベット